もう始まってテーマも決まって、今一個ずつ作ってますね。すごい順調、ワクワクしてます。もう曲もかなりアレンジしてるので、はい、多分こう新鮮に全部いろいろ曲聴けるんじゃないですかね。哲也さん、例えばこんなライブにしてやるぜっていう意気込みとかあります？そうですね、まあ、ルート6、ポイント6の時に、まあ、それぞれの道みたいなものも表現できたんですけど、まあ、また今回も、まあ、そのなんかそれぞれの道っていうのは表現したいなとは思うんですけど、まあ、それが6人の一つの道なんだよっていうところをしっかりと皆さんにお届けできることを、まあ、すごくこうテーマに持って、まあ、あとはダンスとか音楽を楽しんでるっていうところをどれだけ皆さんに知ってもらうか、そしてみんな楽しんでもらえるかっていうのをこう作り上げている途中ですね、今。はい、ケンチさん、いかがでしょう？いやー、寒くない？ねえ、いや、僕らだって30分でこんな寒いのに、皆さんね、何時間もいるんですよ。ありがとうございます。この寒さは覚えておきましょう。ライブに来てね、あの時寒かったな、今日あったかいなみたいなね、そんなライブをお届けしたいなと思いますけども、本当にセカンドもみんないい大人になってきて、まあ、ね、一人違う音楽作ってくれたりとか、それぞれいろんなプロジェクトやって、だんだん大人になってできることも増えてきて、だんだんそれぞれメンバー6人がそれぞれまだ EXILE の、ね、大きさまではかなわないですけど、なんかこう6人の生き様をちょっとずつ表現できるようになってきたなっていう実感もあるので、なんかそういった意味でエンターテインメントのなんか高さを、次のライブでは楽しんでほしいなと思います。はい、ありがとうございます。ベストアルバムが出てライブがあって、今日はこの公開収録という流れですけど、はい、さあ次のツアーに向けて、じゃあベスミスさんも、はい、こんな感じかなっていうのは、はい、あ、いや、覚えたかと。いや、そうですね、約2年ぶりになる、ね、僕らのツアーなんですけど、本当に、前2回でやっぱりセカンドといろんなことに、挑戦して、そしてずっとEXILEでも僕たちのことを見ていただいたり、セカンドの場面を見ていただいている方たちにもやっぱこう刺激的なものをやっぱこうチャレンジして作ってきた、前の2回のツアーがあるので、大丈夫かい？大丈夫かい？今回のツアーでも本当にまたEXILEを経て自分たちがこうできることっていうのがまた見えてきているので、それをやっぱりこう盛り込んで、また皆さんが見たことないセカンドのステージだったり演出だったり、いろんなことをこう考えて詰め込んでいきたいなと思います。はい、そしてケンジさん。はい、そうですね、セカンドのライブでは本当にすごいいろんなエンターテインメントに挑戦してきたなっていうことも感じてますし、セカンドで切り開いてきたことってたくさんあるなと思いますし、これが本当にこうエグザイルトライブの下の子たちに新しいエンターテインメントを届ける意味でも、また今回の、ツアーはですね、新しい、僕ら40代も、僕40で、はい、もうみんな30、食事が5ありますね、35になるんで、そのいい意味で大人のエンターテインメントっていうものを本当にこう見つけることによって、それが次のこうエグザイルトライブの新しいエンターテインメントに、エンターテインメントにもつながっていくと思うんで、それをしっかりと形にして届けて、そうですね、自分らのこう糧にもしていきたいですし、次の道にもつなげていきたいかなとは、はい、思いますね。はい、そして、アキラさん、はい、このベストアルバム、そして今のライブ、パーフェクトイヤー、はい、で、ツアーがいよいよ4月から始まるというところに向けての、はい、はい、意気込みをお願いします。そうですね、ベストアルバム、キャリア初となるアルバムですので、2代目、ジェイソルブラザーズから、5人のセカンド、そして僕が加入した今のセカンド、本当にね、ここに来ている皆さん、初期から応援してくださっている人もいると思いますし、それぞれのね、成長、進化を一緒に歩んできたと思うんですけども、次のライブではまたね、一緒に僕らの進化を見て体感していただいて、また一緒にね、エグザイルザセカンドエンターテインメントを歩んでいけたらなと思いますので、どうか応援よろしくお願いします。はい、以上6人のね、熱い今の気持ちというのを伺ってまいりましたが、
せっかくですんで、ちょっとですね、会場の皆さんとここで記念写真を撮りましょう。はい、はい、ぜひ撮らせていただきたいと思いますので、ね、はい、移動をお願いいたします。すいません、ね、背中を向ける形になって